私13年1月生まれ。昭和13年1月、はい、何日ですか？25日。あら、私26日生まれです。一緒に誕生日やりましょう今度。そうでしたか、はい、来年はまだ80歳です。あら、その佃に引っ越す前は、はい、どちらにいらしたんですか？千葉県のね、松戸市。松戸の新松戸と言って。あ、知ってます知ってます。あ、新しく新しくできたマンション群ですよね。はい、勤めてた会社があれの開発をしたんです。建築関係のお仕事やってたって聞いたんですけど。私は土木です。あ、土木で、はい、あの会社は建築の主体だから。あ、で、あそこの新松戸の開発も、はい、あの会社が、あの会社ってちょっと、はい、私の関係で全然なし。そうでしたか。もうマンションができ始めた頃にこちらへ転勤で、昭和53年に、はい、それ通勤をなさった、はい、なさって会社がどちらにあったんですか？はい、会社は新松戸にあったわけじゃないですよね。本社は中央区です。あ、中央区だったんです。あ、そういうことなんですね。で、新松戸から中央区の方に通われてきたと。そういうことで、中央区で通ったのはそんなに長くないんですけどね。 あっち行ったりこっち行ったりですから、現場ですから、で、建築土木の関係ってお伺いしたんです。どういう土木をやられたんですか？私は主にね、海、山、川、はいはい、道路、それから、そうですね、海の中で接岸設備もあります。あ、接岸、はい、船のつくところ、なんか、高潮の堤防、堤防、なんか記憶に残った工事なんかありますか？佃さんがやった私は3000トン級のね、接岸設備を3回やってるんですよ。あ、3000トン、3000トンで汽水で、7メートル半から8メートル。うん、すごい大きな船ってことですよね。3000トンと今じゃ大したことない。とてもこっち。なんか桟橋ですよね、言ってみれば。そうです。で、イメージが分かんないんですが、私ハルミフ島の桟橋だとか、横浜の桟橋ぐらいしかイメージないですが、あんなようなことでいいんですか？ハルミはおそらく汽水12メートルぐらいあると思う。あそこに着く船は、はい、10万トンクラスやと思う。10万トンクラスが、はい、あそこは観光船だとか、あといわゆる外交船がつきますよね。軍艦もね、チェリーのチェリーの軍艦だと。軍艦はね、半海小さいんですよ。あ、小さいんですか。小船に比べると。